君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、新続きをやっていきましょう。前回ね、森の神妙男を無事倒したというか、成仏させたのかって感じでクリアしたので次行きたいと思います。夜明けが近いようだ。今日はもう休むことにしよう。トークで、自称を進むことができますと。トーク。いや、何気に順調にクリアしてますね。本日はもうお休みになられますか？今日はもう休む。おやすみなさいませ。それではおやすみなさいませ。第二章森の神妙男交換。また第二章だったんや。もう三章ぐらいまで終わったと思っちゃってた。全然まだ二章でした。森の神妙男の調査から3日が経った。マシタとショウは立ち去り、自分とクリスティだけが館に残った。クリスティさん残ったのすごい意外でしたよね。あれから新たな印人は訪れず、会に関する新しい情報もない。死の足音はゆっくりと近づいてくる。基本的には訪問者待ちスタイルなんだね。モーソル様にクリスティ様、お疲れ様です。何か手がかりは得られましたか？いや、めぼしいものはなかった。期待してたんだがな。さようですか。さや様の書斎になら何かあると思ったのですが。先ほどまで、自分とクリスティは九条さやの書類を調べていた。あ、書斎を調べていた。そこには、数百冊にも及ぶ専門書の山と、彼女の書いたレポートの束があった。気の遠くなる思いでそれらに目を通したが、徒労に終わってしまった。心霊療法に関するものばかりで、肝心の印に関するものはなかったのだ。あのね、モーソルさん。このまま九条館を調べてても仕方がないと思わなくて。何か他に当てがあるのか。まあね。あなた、H 神社の話を覚えてる？あ、やっぱり H 神社。H 神社ってあれだよね。そうよね。さすがに覚えてるわよね。私ね、考えてみたんだけど。その H 神社と会って関係あるんじゃないかしら。ほら、森の神男の手帳にあったでしょ。樹海でおかしなことが多いのは、H 神社のたたりに違いないって。まさか、怪異や印もたたりのせいだというのか。その可能性はあるんじゃない？古今東西の怪談や神話でも、神仏のたたりで災いが起きるケースは多いでしょう。調べてみる価値はあると思うけど。そうかもしれない。飛躍があるような、なんとも言えない。まあ、そうかもしれない。前から気になってはいました。さすがモーソルさんね。理解が早くて助かるわ。クリスティは自信満々だ。気の弱っていた3日前に比べると、随分と元気になったものだ。これが有名キャスターだった、有村クリスティの本来の姿の、なのかもしれない。そういうわけでね、メリーさん。一度 H 神社に行ってみたいんだけど、構わないかしら。そうですね。H 用樹海に忌まわしい噂が多々あるのは事実でございます。もしその原因が H 神社なら、そこに何か手がかりがあるかもしれません。だが、手がかりといってもな。それが霊的なものだったりしたら、普通の人間に気づけるのか。自分もクリスティも霊能力者ではない。ふむ。ふむって言った。でもクリスティさんはね、祈って、なんか、成仏させたよね、前回。それでしたら、このメリーも H 神社へ連れて行ってもらえませんか。私なら、霊的な気配にも気づくことができるかと思いますので。でも今もメリーは、人形だから、印がついたりはしないのかな。どういう存在なんだろうね、メリーって今更だけど。それに、H 神社を案内することもできます。あの神社のことを知ってるのか？はい、実は、H 神社はもともと九条家の氏神様なので、そうだったの？長年にわたり、九条家代々の当主の手で祀られてきたのでございますが、先の戦争が終わった後、理由あって祭祀が途絶えてしまいました。今はどうなっていることやら、私も九条家に仕える者として気になります。だがお前を連れて行くということは、俺が抱えていくということになるのか？私は歩くことができない以上、そうなりますね。結構重そうですよね、人形とはいえ。モーソル様にはお手数をおかけします。人形をおぶっていくのかな。行く先は草木生い茂る深夜の樹海だ。まあ、樹海だからね、別に人はそんないないだろうけど、人と会ったらさ、
相手方の人はすごいびっくりするよね。人形を持って歩いてる人いたら怖くてしょうがないよね。メリーを抱えて神社まで歩くことを考えると気が重くなる。出発前から疲れた顔しないでちょうだい。それで会議のヒントを得られるなら安いものでしょう。確かにそうかもしれない。メリーも乗り気のようだし、腹をくくるしかなさそうだ。よし、H 乗寺会へ向かうとしよう。なんか新しい展開。行きましょう。H 乗寺会。確かにね、前回すごい気になってたんだよな、あの神社。まだ行くべきじゃないみたいな感じのこと言われたから。出発前、メリーを後部座席に積み込んだ。見た目の大きさほど重くなかったのは幸いだ。あ、そうなんだ。それは良かった。抱えて樹海を歩くのもなんとかなりそうだ。そういえばモーソルさん、あそこの棚にあるファイルってもう調べた？あ、確かに。あるね。クリスティが部屋の右端にあるファイルの詰まった棚を指さした。いや、館の中はあらかた調べたが、ガレージはまだ調べてないな。あら、そう。クリスティがファイルを手に取ると、パラパラとページをめくる。これは、犯罪記事のスクラップみたいね。H 氏と周辺の街であった事件が、片っ端からスクラップされてるわ。九条さやさん、犯罪に興味があったのかしら？印に関係ありそうなことは？それはないんじゃないかしら。ここにあるのは昔の事件ばかりだもの。日付が新しいのでも5年前だし。クリスティはファイルを元の場所へ戻した。じゃあ、そろそろ出発しましょうか。わざわざ見たってことは、これもなんか、繋がりそうな感じはしますね。H 乗寺会の入り口に停車すると、メリーを抱えて奥へ進んでいく。やがて、見慣れたアーチへとたどり着いた。まだまだ隙は長い。人形を抱えた中年の男性、か。今のあなたを誰かが見たら、樹海にまつわる階段が一つ増えそうで本当ですよね。ご迷惑をおかけしているようで申し訳ありません。腕の中に抱えられたメリーは、こちらの顔をじっと見つめていた。電灯に照らされた肌と髪が怪しく浮かび上がっている。外に出るのは久々でございます。それも立派な殿方の腕に抱かれてハイキングとは、なかなか貴重な体験でございますね。そんなこと言うんだ。そんな感情あるんだね。いつも通りの淡々とした声だが、もしかして楽しんでいたりするのだろうか。しかし噂通りでございますね。この樹海には死者の怨嗟や呪詛が満ちております。それらは邪気となってよどみ、聖者の心を狂わせるほどです。このような汚れたちならば、怪が生まれるのも理解ができます。それもすべて元をたどればたたりのせいに違いないわ。ほら、早く神社へ向かうわよ。特に何事もなく、古い鳥居の前までたどり着いた。しばらく様子を伺ってみたが、蜂の巣から何か現れそうな気配はない。蜂たちは巣の中で眠っているようだ。と言いながら出てくるんじゃないの。森の染み男がいなくなったせいでございましょうね。まあ、それもあるか。H 神社はあちらの一段の上に、H 神社はあちらの一段の上にございます。メリーに促され、鳥居の方へと進む。その時、小さな黒い影が足元へ飛び出した。それはウサギじゃないですか？出た。あの黒いウサギだった。これ何なんだろうね。ふむ、これがモンソル様のご報告にあったウサギですか。誠に可愛らしゅうございますね。ウサギはひょいとこちらを見上げ、自分とメリーを見つめている。出た。なんとも言えない声。ウサギは神社の方へと消えていった。なんかもっとキューみたいな声だったらすごい可愛いんですけど。リアルなウサギ、そんな声なのかな？聞いたことないや。一体何だったのかしらね。メリーさん、あなたはどう思う？奇妙な気配を感じました。あのウサギは何かの霊に憑依されているようですね。あいつも怪異だったというわけか。さようでございます。印を刻む輩ほどの力はございませんが、正体はわかりませんので、くれぐれも油断なきように、九条さやだったりして。消えたウサギの影を追うように、鳥居をくぐり、石段を登った。この地蔵に囲まれた階段登るのめっちゃ怖そう。
石段の先には荒れ地が広がっていた。古びた社しかないようだが、ここが英治神社なのだろうか。あんな立派な階段の上にこれしかないんだ。随分と荒れ果てておりますね。先の戦争から50年と少々、やむを得ませんか。まあ、戦争で崩れちゃったってことなんだろうな。さっきの黒いウサギはいないみたいね。寂れた神社って気味が悪いわ。こんな場所に長いは無用よ。さっさと調べてみましょう。いや、結構おぞましいものがあるな、こうやって見ると。首のないなんか、菩薩的な何か。首のない仏像が地面に埋まっている。気味が悪いわね。ここで何があったというのかしら。いや、本当ですよ。恐ろしいな。首ないとかね、首が蜂の巣に突っ込んでるとかなんかの、そんなんばっかだよな。はい、じゃあちょっと真ん中ら辺調べていきましょう。ゴツゴツとした岩の上に、切れたしめ縄が垂れている。この岩、やっぱり岩倉なのかしら。岩倉？古神道で、神様が降りてくるとされた神聖な岩のことよ。岩そのものが信仰の対象になることも珍しくないわね。ほう。そしてこの鏡は木造の古い社だ。ご神体らしい古い鏡はすっかりと曇っている。長い間手入れがされてないのは本当のようね。念のため、社の中も調べてみたが、埃が積もっているだけだった。ご神体が外に出て、中身は空っぽか。ちょっと気になるわね。調べられる箇所はこんなところか、こんだけ？やはり気になるのは仏像ね。なんで神社の境内に首のない仏像があるのかしら。それは、ご一心の時に発布された神仏般念令によるものでしょう。それまでは神と仏を混交し、共に祀っている神社も多くありました。この H 神社もその一つでございます。しかし明治の御代となり、国家神道の考えが生じると、神と仏の信仰は分かたれました。その際に過激なとは、神社にあった仏像を持ち去り、こぼったのです。有名な廃仏なんとかよね。その現場となったのがここなの？いえ、仏像の破壊自体は見せしめとして、人目のつく場所で行われました。この境内は、壊された仏像が運ばれ、供養された場所でございます。当時の九条家のご当主が心を痛め、密かに行ったと聞いております。栄一氏とその周辺で壊された仏像が、ここに埋められたそうです。そいつはおかしいな。供養されたにしては、随分と地面が荒れているようだ。ご水岩でございます、モソル様。実はその後、境内が掘り起こされ、仏像が盗まれたのでございます。こんな樹海の奥からわざわざ壊れた仏像を運び去ったのか。誰がそんな物好きな真似をしたんだ。それはわかりません。ただ盗まれたのは50年ほど前、先の戦争の頃と聞いております。仏像は壊されて捨てられて掘り起こされたわけよね。仏の顔も三度までと言うけど、それじゃ仏様のお怒りも当然だわ。果たして、その怒りがたたりとなり、怪異や印を生み出したのだろうか。メリー、肝心の霊的な気配とやらだが、何か感じ取れたか？それなのですが、この地は私の想像以上にまがまがしき場所でございます。怪異の気配も、樹海の邪気に飲まれ、ほとんど感じ取れません。要は、ノイズが多いということが。はい、ただ、クリスティ様の印と同じ気配をかすかに感じ取りました。印を刻んだ怪異が樹海のあたりにいるのは間違いありません。マジか。すでに分かっていることを改めて確認できただけか。ご期待に応えられず、申し訳ございません。謝らなくていいわ、メリーさん。ここに来た価値は十分にあったもの。どういう意味だ？帰り道でおいおい話すわ。それより、早くここを離れましょう。なんだか気分が悪いわ。メリーさんの言う邪気のせいかしら。帰ろう。H 神社を出ると、樹海の入り口を目指して荒れ果てた獣道を歩き始める。メリーに妙な話を聞いたせいだろうか。木々の向こうに広がる闇の中から誰かの視線を感じたような気がした。
クリスティさんがお湯話すわって言ったのもなんか誰かに見られた的ななんかあったのかな。樹海を出ると九条館へと車を走らせる。鬱蒼とした森を抜けると建物の明かりがちらほらと見えてきた。正直無駄足だったな。緊張が緩んだせいかつい思ったことを口にしてしまう。あら、そんなことないわよ。私の中では全てが繋がったもの。こちらが聞いてもいないのに、クリスティが熱っぽく語り始めた。やっぱり、森の染み男の手帳は正しかったのよ。樹海で起きてる怪奇現象の原因は、H 神社に間違いないわ。きっと盗まれた仏像のたたりのせいよ。あなたもそう思うでしょ。どうだろうな。ことの正誤を判断するには、まだ情報が不足している気がする。ただあの樹海でおかしなことが起きやすいのは事実だ。自殺者が多いのもそうだし、森の染み男が徘徊していたのもそうだ。果たして偶然なのか。神社のことをもっと調べれば、印のこともわかると思うのよね。命がけで怪異を探すより、よっぽど安全だと思うけど。そう思わない？そうかもな。確かにいつも結構ね、怪異を消すのにギリギリの戦いをしちゃってるからな。こちらが生返事ばかりなので、クリスティは不満そうに黙り込む。気まずい沈黙が続く。でもすごいここでウキウキワクワクして返答されてもそれはそれで嫌だよね。モーソル様、車を止めてくださいませ。今まで黙っていたメリーが唐突に声を上げた。いきなりどうした？クリスティ様の印と同じ気配を近くに感じます。ほう。アモーレか？あの、今見えてた、アモーレかもしかして。メリーの誘導に従い、H 市の外れにあるドライブイン跡に車を止めた。メリーを残して、クリスティと共に車を降りる。つっ。うわ。うわぁ。焼けるような痛みを感じる。近くに何かがいるのか、こんなさらっと。見て、あそこに誰かいるわ。どこ？おいた。電話ボックスの中から少女が出てきた。なぜこんな時間に子供が。エータお兄ちゃん、夜遅くまでありがとうございます。おかげでクチャラ花嫁とお話してきました。何クチャラ花嫁って。そうかい、よかったね。うわ、なんだこいつ。近くの影から姿を現したのは、丸々と超えた青年だ。今、別のタイトルの話しちゃうんですけど、新かまいたちにもこんな人出てますね。すずちゃん、質問には答えてもらえた？大丈夫です。でも、くちゃら花嫁ってすごいですよね。探し物のことを何でも知ってるなんて。うんうん、そうだよね。僕が落としたラブ&ヒーローの限定ストラップもそれで見つかったし。ラブ&ヒーローって？あれ、知らないんだ。今ブレイク中の H 氏のご当地アイドルさ。バラエティ番組や CM にもいっぱい出てると思うけどね。私のお家、テレビ禁止なんです。ママがバカになるから見ちゃダメだって。あ、エータお兄ちゃん、バスの時間ってそろそろじゃ。おっと、最終便が来ちゃうね。行こうか、すずちゃん。どういう関係？夜に外出したこと、お家の人にバレたら大変だしさ。まあ、お家の人にって言ってる時点で、本当のお兄ちゃんではないですもんね。はい。犯罪の匂いがするぞ。大丈夫か？物陰からしばらく眺めていたが、あの二人がどういう関係なのかわからない。そして、いつの間にか腕の痛みは引いていた。なあ、クリスティ。お前はどう思う？横を見ると、クリスティがいない。ちょっとあなた、その子とどういう関係なの？ことの次第によっては、未成年略取で通報するわよ。いつの間にやら、クリスティは男を責め立てていた。びっくりした。カイが近くにいるって言うから、ね、なんか、ふわーってなって行っちゃったのかと思ったけど、そんなことなかった。おい、クリスティ、落ち着け。不信感をあらわにした彼女をなだめる。僕は、男の方はというと、緊張しているのか舌が回っていない。
ちょっとおばさん、エータお兄ちゃんをいじめないで。少女が男の前に立ちふさがり、クリスティと自分を睨みつける。後ろでうろたえる男より、よほどしっかりしているように見える。私がお兄ちゃんに頼んだんです。クチェラ花嫁とお話ししたいからついてきてほしいって、クチェラ花嫁ってなんかすごい語呂良くて好きだな、名前。クチェラ花嫁。さっきから何度か名前が出ている、そのクチェラ花嫁というのは、探し物のある場所を教えてくれる幽霊です。この電話ボックス、クチェラ花嫁と話ができるって噂があるから。幽霊ね。クリスティがこちらを見る。どんなテンションでクチェラ花嫁話すんですかね。考えていることは同じだろう。すごいギャルみたいだったらやだな。先ほどの印の痛みといい、もしかすると。君らはシリアスな顔してるけど、どうかしたのかい？男がおどおどしながら、こちらを見ている。君ら、こういう形のあざに見覚えはないか？右腕の印を、二人の目の前に突きつけた。おいおい、どういうこと？それって僕のこいつと一緒じゃないか。お前もか。男が手袋を外すと、そこに印が刻まれていた。最近噂になってる呪いのあざだよね。月刊オンパーツにも広告出てたっけ？こんなあざで記憶障害とか死ぬとか信じられないけどさ。ま、マジだったりするのかい？この男、あざの噂は知っているが放置していたようだ。だがそれも当然の反応かもしれない。記憶障害が顕著になるまでなかなか信じられるものではない。それ、私にもあります。さっき電話してたら、急に左の手首が熱くなって。だからあれだよね、場所を教えてくれる代わりになんか、印つけられるみたいな、そんな感じなのかな。少女が左腕の袖をめくると、そこにも印があった。クチェラ花嫁に電話をかけた二人が印を刻まれている。偶然とは考えにくい。放っておくわけにもいかないわね。館へ来てもらうことにしましょう。男と少女に事情を伝え、九条館まで来てもらうことにした。説得は難しいと思ったが、意外と素直に従ってくれた。自分たちと話しているうちに、最終便のバスを逃したせいもあるだろう。そうだ、お家の人に連絡しないとね。二人が車に乗る前、メリーには館へ戻るまで黙っておくよう頼んだ。騒がれるとき、厄介だ。確かに。まずは互いに自己紹介を行った。男の名前は中松へいた。少女の名前は森宮鈴。二人は月刊オーパーツの読者投稿欄で知り合ったらしい。クチェラ花嫁に興味を持つ鈴に、エータが相談に乗ってあげたそうだ。そして、鈴がエータにせがんで、噂の電話ボックスへ行くことになった。こんな時間になってしまった理由は、鈴の家庭の事情だ。昼間は母親の監視の目が厳しく、無断外出できないらしい。それで母親が眠った後、こっそり家を抜け出して今に至る。クチェラ花嫁、私の学校では花彦くんと同じくらい有名なんですよ。ほら、エイタお兄ちゃん。おじさんとクリスティさんに例の噂、話してあげて。仕方ないなぁ、わかったよ。スズに頼まれ、エイタがボソボソと話し始める。これ、電子掲示板で読んだ噂なんだけどさ。うわ、クチェラ花嫁。これパッケージで見たわ。これがクチェラ花嫁だったか。めっちゃ怖いよね、これ。見た目がシンプルに。なあ、あの話覚えてるか？ほら、H にある例の公衆電話の、クチェラ花嫁の噂だよ。花嫁姿の幽霊がさ、探し物のありかを教えてくれるってやつ。俺の友達が実際に試してみたんだ。そいつが幽霊と話せるっていう電話ボックスの中にいると、すぐに公衆電話のベルが鳴ったんだ。それでな、恐る恐る受話器を取ってみると、くちゃくちゃって変な音がな、ずっと聞こえてくるんだ。くちゃらだったか。で、気味悪いのを我慢して待ってたら、あなた見たの？え、怖っ。ボソッとした女の声が聞こえたんだ。そこでそいつは噂の通り、見てないって答えたよ。
するとな、女は言ったんだ。何が見たいの？ああ、なるほど、その流れなんだね。そいつはいなくなった飼い猫の居場所を聞いたんだ。で、女の教えてくれた場所を探したら、本当に見つかっただとさ。つまり、噂はマジってこと。俺も早速、将来の恋人の居場所を聞きに行くつもりなんだけどさ。なあ、お前も一緒にどう？って言って、聞いてっちゃうとこう、印が、ね、映っていってしまうと。いや、リアルクチャラ花嫁だったとはな。なんか、クチャラ花嫁だとちょっとダサすぎるから、クチャラ花嫁みたいになったのかな。面白い。よっと。車から運び出したメリーを元のソファーの上に座らせた。ありがとうございます。モーソル様の腕の中も悪くありませんが、この場所が一番落ち着きますね。お人形さんが本当に喋った。こいつはびっくりだね。じゃあ早速、さっきの印の話もマジってことなのかな。帰り道、スズとエータにはすでにあらかたの事情を説明してある。完全に信じているかどうかはともかく、頭から否定している様子はない。特にエータは記憶の欠落に心当たりがあるらしい。最近、アニメキャラの声優の名前がすぐに出てこないとかなんとか。それは普通にありそうだけどね。聞いてたクリスティは呆れ顔だったが、本人には深刻な問題なのだろう。スズは、クチラ花嫁の話を信じて家から抜け出したくらいだ。もともと心霊現象を信じやすい性格らしい。まあ子供だしね。二人とも印から逃れるために協力してくれるそうだ。もちろん、クチラ花嫁への好奇心もあるようだが。さて皆様、よろしいでしょうか。エータ様とスズ様に印を刻んだ怪異。それはクチラ花嫁と考えられます。そしてクリスティ様。あなた様の印から感じる気配は、お二方のものと同一。あなた様に印を刻んだ怪異も、クチラ花嫁に間違いはありません。どっかで出会った記憶はございませんか？もしかして、あれのせいかしら。あの日、樹海に入る前のことだけど。T.O. さん。高尾さんかな。休憩所の電話ボックスに寄ったのよ。そうしたらいきなり電話が鳴って。完全にそうだね。あ、それのせいかもしれません。あの休憩所の電話ボックスも、クチラ花嫁の噂があるんです。そんな、いろんなところに出てるんだね。でも、電話には出てないわよ。気持ち悪いから逃げちゃったもの。おかげであの人に最後の電話をかけられなかったわ。あの人って誰ですか？お子様にはまだ早い話を。はい。そういう電話ボックスは他にもあるのか？確か、クチラ花嫁から電話のかかってくる電話ボックスは3つあります。詳しいね。私とお兄ちゃんがいた英会堂駐車場もその一つです。残りはクリスティさんが行った T.O. さん休憩所と、もう一つはどこでしたっけ？エタお兄ちゃん。T 団地公園にある電話ボックスだね。他のと違って、これだけ街中にあるんだ。だがどうして3つの電話ボックスだけなんだ？さあね。掲示板には書いてなかったよ。あの、おじさん。本当にクチラ花嫁が印を刻んだ犯人なんでしょうか？印の飲み込みが早いな。1、もちろんそうだ。違うかもしれない。まだわからない。まあ、まだわからないにしておきましょうか。そうですか。でも、クチラ花嫁の噂って5年くらい前からありますけど。電話に出た人に印が刻まれるなんて話はないんですよ。ああ、なるほど。すずちゃんの言う通りだよ。でも確かに電話に出ただけで死んじゃうんならもうすごいね。たくさん人が死んでもう大変な事件になってるもんね。5年前からだと。そもそも印の噂が出始めたのはつい最近だしさ。それってつまり、クチラ花嫁は少し前から印を刻むようになったということ？それが事実なら何かきっかけがあったのだろうか。とはいえ、怪異の事情など推測しようもないが、幽霊が探し物のありかを教えてくれるなんて変な話よね。いかにも怪談という感じだがな。ねえ、モーソルさん。もしその噂が本当だったらだけど、H 神社から盗まれた仏像のありかを聞いてみるのはどうかしら。あ、なるほど。見つけて供養すれば私たち助かるかもしれないわよ。仏像の探索か。クリスティが正しければ、怪異と戦わずに印から逃れられるかもしれない。メリー、どうも。
そうでございますね。とにかく人の姿をした者には不可思議な力が宿りやすいものです。血を流す石像や呪いの藁人形など類類例にはこと書きません。歴史を重ねた神仏の像ならなおさらのことでございましょう。こちら花嫁に聞いてみる価値はあるかと存じます。目の前に不可思議な力で喋っている人形が実在しているなら、不可思議な力でたたりを起こす仏像があってもおかしくはないだろう。モーソル様、よろしいでしょうか。前に一度ご説明しましたが、あなたの印は他の皆様のものと少々異なります。怪異の消滅が印の力を弱めているようでございます。死を宣告されてからすでに数日が経っているものの、未だに生きながらえているのはそのおかげなのだろう。それがどうかしたのか。私の力ではあなた様の印とこちら花嫁の因果はわかりませんが、怪異の追跡があなたにとって意味があるのは確かです。どうか今宵も印人の皆様を導いていただけますか。印人導き人みたいになった。クリスティやエータだけで怪異を相手にできるとは思えない。彼らが失敗したら子供が一人死ぬことになる。さすがにそれは寝覚めが悪い。乗りかかった船だ。何とかしよう。ありがとうございます。メリーがかすかに頭を下げた。ではクチラ花嫁について調べることにいたしましょう。英知にある3つの公衆電話にしか電話がかかってこない理由、そこに怪異の秘密があるのかもしれません。すでに行った英会堂駐車場以外の2つ、よろしくお願いいたします。 T 予算と T 予算休憩所と T 団地公園の調査をよろしくお願いいたします。了解した。怪異ファイルに新しい情報を追加した。というわけで、ここで一旦切りますが、また次回ね、探索というか調べていきたいと思うので、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。